この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。釣れないな。やった、また釣れた。ねえねえ、どうしてそんなに釣れるの？フィッシング U で教えてもらったんだよ。君も一緒に行こうよ。わあ、また釣れたよ。すごいじゃん、大自然と遊ぼう。釣りが大好き、フィッシング U。 バケットマウスを進化させるオプションパーツがさらに充実。バケットマウスを持ってフィールドへ出かけよう。釣り糸を投げればわかる世界はつながっていること、地球は水の星だということ。今こそ釣りを始めよう、 X ブレイド。さあ、今回は尾鷲の大ちゃんと千さんへとお世話になりまして、磯からのグレ狙いにやってまいりました。さあ、ゲストの方を紹介していきましょう。まずは清水さんです。おはようございます。おはようございます。さあ、私この磯に上がるの久しぶりなんですけれども、いよいよもうグレも楽しいシーズンになってきましたね。たてがみ周辺はお腹が多い釣り間なんで、特に最近ではお腹だけじゃなくてブトのいいやつも釣れてるみたいなんで、いいですね、はい、そう、今日はですね、また新製品の方もお持ちいただいたということで、はい、はい、またこれの使い方もまた詳しく後ほど教えてください。はい、はい、今日よろしくお願いします。お願いします。そしてお隣は小出さんです。おはようございます。おはようございます。条件揃えば大きいものが出ると思うので、ぜひ期待していいですか？はい、釣ってください。え、釣ってください、はい、あのお任せしましたので、はい、私はまず顔が見れたら嬉しいなと思いますので、はいはい、一緒に楽しみましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ、まずはですね、新製品の紹介をしていただきたいんですけれども、はい、このパーツ類が新しく出たんですよね。結構いっぱい出ましたね、はい、うんうんうん、はい、まずこちらから、まず浮かせ浮きゴムのロング、はい、こちらはもう本当に視認性重視、うんうんうん、最近だとあの三重だと磯際のイメージが結構あるんですけど、はい、うんうん、最近では沖の潮目とか、うんうん、そういうところでもよく釣れるようになったんですよ、うんうんうん、でそういう時にやっぱもう見えないとやっぱ不安で、うん、当たりを取るんですよね。そうなんですよ、うん、だからもうこういうロングのタイプが今、うんうん、いいと思います、はいはい、これはまず視認性を良くするためのロング、はいはい、でこちらは、でこちらがちょっと変わっててですね、深瀬、うんうん、カラマンボエア、はい、まあ、これはあのよく潮が潜る潮あるんですけど、うんうん、すごくいい潮なのに、うん、あの餌だけ取られて当たりが出ないっていうのがよくあるんですよ、うんうん、そんな時にはあの仕掛けを引っ張って、うん、あの入り込まないようにするんですけど、うんうん、それだとやっぱり人間の操作って不自然な動きが入るんですよ、はいはい、これは深瀬カラモンボにエアを入れることによって、はい、その仕掛けが入り込むのを防止する、お、入りにくくする、うん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 、本来なら入れてくはずなんですけど、はい、それじゃなくて、そう、当たりが取れないときはエアで仕掛けを止めて入り込まないように。イボイボになってるところに空気が溜まるっていうことなんですね。そうです。それで、エアが入って、はい、うんうん、浮きゴムが浮きやすくなる。おー、なるほど、はいはい、でこちらは、こちらは、まあ、普通のタイプなんですけども、うんうん、まあ、どっちかというと、まあ、普通に入る仕掛けが入り込むようなタイプになってると思います、うんうんうん、ゼロっていうことは これ自体にちょっと浮力を持たせてるってことなんですかね。そうですね、うん、ちょっと浮力があって、うんうんうん、これとこれあの使い分けてもらえればいいと思います。より繊細な釣りが、ね、このシリーズでできるようになってくるってことですね。そうですね、うん、軽い仕掛けにはもう持ってこいだと思います。わかりました。じゃあこれを今日私も使わせていただいて、はい、威力を実感したいと思います、はい、頑張ります。頑張ります。はい、先ほどあの小物パーツをね、新製品紹介させていただいたんですけれども、それ以外にもいろいろ新製品出てますので紹介したいと思います。こちらが新製品のタックルバッグですね。これまたワイドですね。はい、あの大容量で、うん、あの非常にね、物の収納も多くてですね、うんうん、あのコーナーのアールが結構緩いんで、あの、はい、開け閉めがスムーズに、ほうほうほう、はい、簡単にできて、なるほど、なるほど、はい、またこの紐もあの水を吸わない素材で強いので、結構こういうところに海水がねつくと匂いが残ったりするんですよね。そうですね、汚れにくい素材になってます、うんうん、蓋の裏側にこのファスナー付きの小物入れあります。こういうところに
あのすぐ取り出しやすいもの、取りたいものとか入れておくと便利ですよね。はい、うんうんうん、またこちら滑りにくいようになっていたりとか、使い勝手よくなってます。あとこちらの結構入りますか。そうですね、ロットはあの多毛一つに対して、あとロットも3本今私収納してますね。ほうほうほう。で結構手軽であの軽くてですね、はいはい、扱いやすいです。お、はい、軽いの嬉しいですね。はい、いろんな新製品が出てますので、そちらの方もぜひチェックしてみてください。今回使用の配合餌はアミエビプラスオキアミ粉末配合の超ハイパワータイプアミパワーグレスペシャル。就業切磁効果に優れ、より広くより深い棚まで届くグレパワー V9 スペシャル。新開発の超切磁ペレット MSP 小粒配合のニューグレパワー V11。 刺し餌はクワセオキアミ V9 スーパーハードを使います。ここしばらくこの尾鷲エリアでは大型のオナガグレがコンスタントに上がっています。まだまだ釣れているということで、大型のオナガグレを目指して挑んでいますよ。今いい入りしましたね。開始早々清水さんにヒット。ちょうど見てたら浮きがスパン入りました。割と手前ですもんね。おお。どうだどうだ、手前でしたよ割と。さあどうだ。わあ、これはお長臭いな。おお、さすが。開始まだ5分ぐらいですよね。すごい。あ、すごい。うわ、やっぱりこう今釣れてるっていうだけあって、お、来ました来ました。お見事。いきなりナイスサイズのオナガグレの登場です。早速ですね、2投目です。2投目。おー、だってまだ開始5分ぐらいですもんね。はい、私なんかまだ竿も伸ばしてない。あのちょうど見てたんですけど、はい、割と手前でしたよね、当たってきたの。そうですね、用済みで今、うん、際をつっとって、はいはいはい、で急ぎはなんかスズメダイかなんかちょっとわかんないですけど、はい、見えたんで、うんうん、ちょっとだけ次は沖の方でやって、うんうん、あ、そういうの2投目だったんですね。おー、いい感じ。オナガグレやっぱりいましたね。やっぱりしつこかったですね。うんうん、最後まで頑張ってましたもんね。はい、やっぱりこの磯だとちょっとひだ、うん、あの沖に向いて左に流れる潮の方が本命の潮ですか。そうですね、左流れがまあどちらかというとオナガの潮で、うん、あの向こうのね、あの島に向けて抜けるような、はい、あの潮の時はもう上潮という一番鉄板の厚い潮になります。じゃあちょっとそれを待って、はい、それまではちょっと急ぎ輪で、そうですね、はい、いいのが出ないかですね。はい、わかりました、お願いします。はい、お願いします。いいじゃないですか。結構朝からこのね、急ぎ輪でバシャバシャしてたのが、この子たちもいたんですかね。これつけて流そうか。違う大物が釣れるかもしれない。さあ次はどうでしょうか。今どの辺ですか。あ、確かに三の字深いとこいますもんね。さあ私も準備ができたのでスタートしていこうと思います。まずやってみます。少し右に潮が流れ出してしまう。さんのところにお邪魔しちゃってる。どうぞどうぞ、どん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 行ってください。あ、来た。お、1投目から来ました。何
何これ、あ、バタレ違うなすいません、ありがとうございます。イスズミです。せっかく来たと思ったのにイスズミでした。残念残念、ありがとうございます。すいません、はい、お帰りいただきます。後編では大型が続々と上がりますよ。来週後編もお楽しみに。フィッシングユー伊勢店から島方面でカサゴ15センチ前後5匹の超過。フィッシングユー FLD では毎月2のつく日はポイント2倍デーをはじめ、毎週金曜日は学割デー、毎月20日はシルバーデーなどお得な企画盛りだくさん。さらに FLD 限定企画サオディール超まとめ買取キャンペーンも開催中、お見逃しなく。紀北町レンタルボート NTEC マリンから松本さんほか、アオリイカ、キロアップも混ざって4杯の超過。小川さんグループ、ワラサ、アマダイなど多彩な超過ですね。マキさん、カワハギ、ナイスサイズが上がっています。魚種豊富に釣れていますよ。センガーフィッシングパーク、トリトンから釣り堀のお客様がマダイ2桁超過に青物シマアジとキャッチ。釣り堀では手軽に楽しめる2匹釣りも人気です。イカダでは近藤さんがチヌ47センチまでを2枚の超過です。イカダ釣り堀バーベキューとファミリーで楽しむにもぴったりです。元浦渡船吉川から竿、餌、バケツなど釣りに必要な道具をお貸しするオール貸し出しプランを実施中。渡船のお客様へのお弁当を販売しています。お食事処吉雄水産の営業時間は平日土日祝日ともに11時から21時要予約となっています。ご来店お待ちしています。月間プレゼント釣り券よりデカアジ餌釣りセットを3名の方に、フィッシングユーよりイカダテトラセットを1名の方に、明宝化学工業よりインナーストッカー BM31L と BM12L を1名の方に、 NTEC マリンよりレンタルボート1日無料券を1名の方に、ご希望の商品とご意見感想を添えてお寄せください。バケットマウスを進化させるオプションパーツがさらに充実。バケットマウスを持ってフィールドへ出かけよう。釣り糸を投げればわかる世界はつながっていること、地球は水の星だということ。今こそ釣りを始めよう。 X ブレイド番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。